カツラ川町は福岡県の中央部に位置する町である。加保郡に属しており、筑豊を構成する自治体の一つでもある。旧保奈美群。飯塚都市県に属しているが、福岡都市圏の10%都市圏にも属している。福岡県の中央部、筑豊地域の南端部に位置する町。福岡市から東へ約 25km、北九州市から南西へ。 約5 5ート地区豊の中心都市である、飯塚市から南西へ約7キロメートルの場所にある。土井の宝塚遺跡からは、紀元前10世紀から紀元前4世紀のものと見られる石器が見つかっており、その頃から人類がいたと見られている。6世紀には、国の特別史跡である、大塚古墳をはじめ、いくつかの前方公園墳が作られた。その他にも、影塚、 日ツなどの遺跡からは、有国道区城などの地区法地方と、朝鮮半島との交流を示唆する資料が発掘されている。その後、1024年からは安楽寺により、荘園として所有されていた。鎌倉時代以降、城城、茶臼山城などの城が建てられたが、江戸時代までにすべて破却された。江戸時代初期には、長崎街道が整備され、九州各地から、 小倉方面への街道として賑わった。また、江戸時代中期には、石炭の採掘も行われるようになった。市町村合併の動きに影響され、飯塚市、旧山田市及び他の加保軍の全町と共に、加半山西八町合併協議会を設立し、合併へ向けた協議が行われたが、飯塚市中心となる運営を危惧した桂川町は2004年8月に離脱した。 このため、この合併は、不成立に終わった。その後、他の同協議会の関係自治体は二つに分かれて、再度合併協議会を設立し、飯塚市他四町の合併により、新生、飯塚市、旧山田市他三町の合併により、釜市がそれぞれ発足することが決定したが、桂川町は、どちらの合併協議会にも加わっておらず、飯塚、釜漁市が発足した後は、 加保郡唯一の自治体となった。その後、合併を懇願していた町民の意思に反したとして、町長は町民からのリコール選挙により失脚した。2019年4月1日、桂川消防署から飯塚消防署桂川文書に改編。他の地区法の市町村と同様、かつては炭鉱が町の経済を支えていたが現在では全て閉山しており、 跡地を工業団地として再利用することで再生を図っている。町中央部で製造される当時期、長谷木がある。桂川駅町内に高速道路は通っていない。最寄りインターチェンジは以下の通り一般国道県道。ありがとうございます。